スポーツ界のあるものないもの。まずはニューヨークヤンキース田中将大、推定年俸23億円。 AC ミラン本田圭佑、推定年俸7億7千万円。世間も気になるスポーツ選手のお金にまつわるあるものないもの。野球とサッカーにはあるけど、バレエとフィギュアにはないもの。それは勝った時のボーナス。勝ったらですね、監督賞みたいな。監督賞というか、球団には入ってくるんで、あの球団からあのもらえます。その活躍度によって一試合一試合、一応10勝単位でもらえたり、その年によって違うんですけど、まあ、10勝単位だったら、活躍してる人だったら帯はもらえます。500万ぐらいはもらえると。もらえ、10勝でもらえます。その給料以外でですか？以外です。はい、すごい、違う世界ですね。で50勝からまたさらにちょっと上がってくるんです。優勝に向かっていくと、はい、僕らの場合も出場したり勝ったりすると勝利給とか出場給はもらいました。今ちょっと携帯変わってますけど、あとそれに年俸がついてきますから、すごい人たちですっていう、だから別世界の人っていうイメージですよね。竹下さんは実業団に入って給料制なんですか？契約選手もいれば、あの普通に社員の選手もいれば、私は最後プロ契約をさせてもらってっていう、うん、どれぐらいっていう額っていうか、あんまり詳しくは聞けないですけど、もちろん OL さん以上もらってるわけでしょ。いやもう本当に、社員の人は社員の普通の社員の給料で、はい、給料で、で試合で、あのバレーボールの試合だからって言って別にお金がそんなに入るわけでもない。入らないです。勝利給とかないですもん。小田君はどうなの？逆に儲かってんの？うん、国フィギュアスケートすごくかかる方が多いの、ね、まあ、で結局次第とかオリンピックでメダル取ったらプロになったら、その、うん、そのプロのフィギュアのショーでギャラが違うっていう、金銀銅メダルなしだったらギャラが違うんですよ、うんうん、へーぐらいの差は、はい、だってごめんね、僕この間聞いてびっくりしたんだけど、モロゾフコーチにいろいろ教わってたんですよね。、はい、でモロゾフコーチ当時安藤美姫さんと小田君教わってたんですよ、うん、同じ額払ってるよね、あれ金額的に。あーどうなんですか、小田君何本払ってんだっけ？僕は年間で600万。600万、いやそうなんですよ、600万。そうですよ、600万で、まあまあ、安藤選手は、安藤美姫さんは知らないですけれども、うん、当時安藤美姫さんとモゾさんちょっとお付き合いしてたんですよ。ほんでね、はっきりさらっと言いましたね。そうです。でリンクで教わんのを、あのやっぱ恋愛感情は知らんけど、もう安藤さん9、こっち1ですよ。さすがそうなりますよね。いやでも本当にあのその当時はやっぱりちょっと見てもらえる分量はかなり少ない。そうなんですよ。辛い。そう。不満あったでしょ、まあ、でも仲良さそうやったんで。邪魔することはしちゃいけないなと思ってたね。続いてはスポーツ選手の戦略にまつわるあるものないもの。野球とバレエにはあるけど、サッカーとフィギュアにはないもの。それは緻密なサイン。どれぐらいサインあるんですか、あのセッターのいろんなサイン。あれよくなんかこうなんかね、この指でやってるじゃないですか。スパイカーによって攻撃できる種類が全然違うので、そのいっぱい種類がある人に対しては、まあ、10種類ある人もいればっていう組み合わせなんですよ。あのアタック打つの10種類あるんですか、なんとなく1人1人、はい、1人で、ほんで、6人でレシーバーいてとかで、いや4人、4人として、3、4人で攻撃する場合と5人で攻撃する場合とか、いろんなケースがあるんで、一人一人にサイン出すんですよ。あれは竹下さんが出すんですか？1人ずつその全員にポジション取りとか、全部のサインとかあるんですか？攻撃のサインは私が全部出してました。そういう役なんだセッターって。いやもう分かんないですけど、そのサインはなんか1と数字なんか、その持ってる場所なんか何なんですか？指でその攻撃を決めてるんです。そのよく後ろでこう、そうです、指の形でですか？はい、指の形です。
これはこんなこうでしょ。要はこう分かりやすく分かりやすい。いや分かりやすいじゃないですよ。めっちゃややこしいんですから。ちょっと分かりやすく説明してあげてください。例えばストレート基本じゃないですか、うん、1でカーブ、スライダー、フォークとかこうなるじゃないですか、はい、1、2、3だからこのピッチャー4種類しか持ってなかったらランプがついてるそうランプはアウトかボールかストレートか全部です。だから3ボール2ストライク2アウトだったらじゃあ、7つ7つある。7つっていうことは4つしか持ってないから3つからまた始まる。4ついくと戻ってくるんですよ。1、2、3、4、5、6、7じゃないですか。でキャッチャーがパッと出した時には7だからこっち8いって8ってことはフォークになるんです。フォークになって2個出せばストレートで戻ってくるんです。ああ全然ピッチャー分かるんですか。ランプついてるのか。いやだからもうだって自分たちでこうやって見てるじゃないですか。試合中ですからカウントですから。西武引退した石井和一さん、はい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 、ちょっとこう勉強の方がね、はい、ぼーっとしてますよ、はい、でもフィジカルすごいですよ。すごいですけど、はい、ぼーっとしてるじゃないですか、はい、分かりやすいんですよね。古田さんとか僕らヤクルト時代やってるんですよ。古田さんがサイン出すとまずランプを見てからお前今日足し算かとか言いながら今日足し算かってことはつまり引き算もあるわけですか。引き算もあるんです今日引き算ねっていうか。はい、いやめんどくさいわ。野球がそんなに複雑だと僕ちょっと思わなかった。攻撃の際にも7つぐらいありますからね。どういうことですか。だからバントあり、ね、バンドエンドランありヒットエンドラン盗塁スクイズとか、そんな清原選手とか覚えてたんですか。あのクリーンアップは基本バントとかないじゃないですか。覚えないんですよ。だから本木さんはめっちゃ覚えなきゃいけない必死ですよ。ショックやショックや。いや、生涯のスター。